どうもありがとうございます。この度は名ある、気象学会、日本気象学会賞を、受賞させていただきまして、推薦委員の先生方、推薦してくださった先生方に、感謝申し上げます。こういう遠征観測に基づくということで、お話しさせていただきたいと思います。で、ここではタイトルは衛星観測という一般名詞ですけども、私自身はですね、ほとんどこの熱帯降雨観測衛星というものを使ってきましたので、簡単にちょっと最初にお話したいと思います。この熱帯降雨観測衛星は日米の協力のプロジェクトでして、特に日本側ですが、日本側は初めはあまり気象のプロパーの方ではなくてですね、いわゆるレーダー開発の方が参加されて、久保野先生、岡本先生、この2人が中心になって推進されて、打ち上がったというもので、この辺の詳しい歴史はですね、こういう、本に出てますので、よろしければご覧ください。で、特に、このレーダーがですね、日本が開発した世界初の衛星搭載降雨レーダーだったということです。で、最初に私がこのトリムに関わり出したきっかけをちょっとお話しします。で、最初高山さん、ゆかりさんから電話がかかってきてですね、先月のアルゴリズムを一緒にやりませんかというふうにお電話いただきました。高山さんが、私の仕事に多少注目してくれたのはですね、ちょうど僕が投稿した、GMC に投稿した論文が、高山さんの2つとも編集委員で、特に2つ目がこの先月に関わるようなことをやってましたということで、ここで多少 JMC への宣伝を、先ほどの総会でも JMC をもっと宣伝しろと、正木編集委員長にもいつも言われてますので、多少ここで宣伝も兼ねようかなと思ってます。それでですね、ただ僕はまだその頃 D 論書いてるところなんで、そもそもアルゴリズムが何なのかもよく分かんないし、とりあえず今ちょっと無理ですみたいな感じで、それも、できるだけ早く書いてですね、NASA のタオさんのところに、ちょっと行くという話が別途進んでて、とりあえず D 論、なんとか早くやろうと思ってました。ただこれ、特にトリムのためにゴダードに行こうと思ってたわけではなくて、たまたまゴダードで、に行こうという感じだったわけです。で、ちょうどそれでゴダードに行くとなると、どういうふうに生活すればいいのかよく分かんないので、すでに行かれた経験があったJAXA、当時のナスダのおきるこさんにちょっといろいろ相談したらですね、ナスダに行きませんかみたいなことを言われて、ただ、その時はまだナスダがどんなものなのかもよく分かんないんで、いまいちうんとは言わなかったんですけども、ただゴダードに行ってみるとですね、まさにトリムの研究の中心地で、僕にとってはトリムイコール PR だったのが、 NASA に行くとなんかみんな TMI ばっかりやっててですね、なんか PR はあまり大したことないような扱いを受けてて、これはちょっとどうなんだと思ってきて、だんだん意地張ってトリムに背を向けるよりもやっぱりこれは やろうかなと思ってですね、で、リコさんに、高山さんと一緒だったらやりたいと言って、JAXA に行かせていただくことになったということです。ただそれで先月のアルゴリズムをやろうと思ってちょっと勉強しだすとですね、もうすでにこんなに論文が出てるし、もうタオさんは90年代からやってですね、タオさんだけじゃなくてこの、ビル・オールソン、ソン・ヤンとかよく見るとこのゴダードの廊下に一緒に並んでるんですね。このアメリカの圧倒的なパワーにも、度肝を抜かれたとかいうか、こんなところからスタートしてなんとかなんのかなと、本当にこれはもう高山さんに言われなければ絶対多分やらなかっただろうなと思います。で、ちょうど先ほどのトリム本のところを読んでますとですね、当時新田先生がリーダーでもあったんですけども、やはりアメリカに比べて日本というのはサイエンスが非常に遅れているということを書かれてましたけども、私は、結局一度も新田先生とお話しする機会はなく終わってしまったんですけども、ここは本当にシンパシーを感じるところでありました。で、先列といえばですね、柳先生のお仕事が、非常に有名で、バジェット計算、ゾンデ観測からこういう収支解析で、Q1、Q2 を出すというお仕事があったわけです。で、一方、ゲート以前からだんだん熱帯のメソ対流系に注目、観測事例が積み上がっていって、柳先生の頃っていうのはこういういわゆる Q1、
ヒューマラスコンベクションの集合体で、まあ、相乗、まあ、こういうアンビルみたいなのがチロッと出てるぐらいの、まあ、イメージだったんですけれども、レーダー観測していくと、対流だけじゃなくてこの相乗性降雨っていうのが極めて熱帯で重要だという認識になってきてですね、こういう、まあ、よくこういう Q1 の上層で加熱が多いものを、まあ、トップヘビーとかっていうわけなんですけども、まあ、あの対流加熱と相乗加熱のプラス足し算として、まあ、トップヘビーになってるんじゃないかということは、まあ、こういうハウゼの、まあ、あの理論的というか、簡単なモデル研究から、まあ、出てきたという感じです。で、実際この相乗の加熱のプロファイルっていうのは、CSU のディック・ジョンソンなんかが非常にうまく、日周期する、対流の相乗域だけバジェット計算して、まあ、実際下層クーリング上層加熱というのを特徴を出していってですね、まあ、だんだん、単なるこのキューマラスコンベクションの集合体というよりも、まあ、対流性と相乗性の組み合わせで、トップヘビーのヒーティングプロファイルができているとでいうことでですね、そうなっていくとだんだん、アメリカの人たちはもう対流と相乗の比だけでいいんちゃうかということになって、まあまあ、相乗がゼロの時はこういう加熱、まあ、まさにこういう対流圏全体加熱で、こういう、ストラトフォームが増えていくとだん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 トップヘビーになっていくということで、まあ、最初、結構まあこういう、対流と相乗性の雨量比だけで加熱プロファイルを決定するというアルゴリズムをまあ開発していったわけですけども、まあ、一方でやっぱり、それはそれでまた行き過ぎなところがあって、まあ、対流というのはこういう浅い加熱から深い対流まであって、まあトリムというのはそれを、まあ、まさに観測しているわけで、まあ、こういう3次元観測を利用して、加熱を出したいと、いうのが、まあ、あったということです。で、まあ、ちなみにちょっといろいろ宣伝も兼ねますけども、まあ、僕は新田先生とお話しする機会はなかったんですけど、柳井先生には、まあ、非常にお世話になる機会が結構多くてですね、まあ、こういう柳井先生の AMS モノグラフが、まあ、2年前に出てるっていうことも案外、皆さんご存じないかもしれないんで、まあ、ちょっと宣伝も兼ねて、お示しします。で、まあ、その先列のアルゴリズムですけども、まあ、タオさんたちのゴダード・キムラさんアンサンブルも使わせてもらってですね、対流性相乗性、まあ、モデルの中ですから、加熱も出せるし降水プロファイルも出せるし、まあ、対流か相乗かも分けられるということで、まあ、まずは対流と相乗にこう分けたということです。で、まあ、対流に関しては、まあ、例えば、降水プロファイル、まあ、もう高山さんがすでにこういう降水帳を、まあインデックスにすればいいんじゃないかってい もう考えを持っておられたんで、まあ、こういう降水量をキーファクターとしてですね、まあ、例えば8キロの降水プロファイルが観測されれば、まあ、その雲解像モデルで、まあ、8キロの降水プロファイルに対応するような加熱を使ってですね、まあ、加熱、まあこの振幅はサーフェイスの降水強度で決めてやればいいということだったんですけども、相乗性がまあすでにゴダードにいた時にもうちょっとアルゴリズム開発者に相談したら、まあ、PR を使ってやりたいと言ったらですね、まあ、対流はいいけど相乗どうすんのと言われて、まあ、なぜ相乗どうすんのかっていうと、まあ、対流はですね結構まあ、大きい固体降水があるから、まあ、レーダーで引っかかるんですけど、こういうところは雪、まあ、チラチラした雪で、トリム PR の経由バンドではなかなか、難しいところなので、単純にその高さの情報を使うというわけにはいかないということで、まあ、ちょっとここは、まあこの高いところは使えないということで、まあ、ちょっと頭を悩ましたということなんですけども、まあまあ、ここのところで、まあ、相乗っていうのは上層加熱下層クーリングで、ここで、融解層という氷から水に溶けていくところが、まあ、ブライトバンドとして観測されるんですけども、この上の世界と下の世界は全く別だから、まあ、ここを分けて何とかすればならないかなということを、まあ、高部さんに相談して、まあ、高部さんと相談した結果、まあその融解層の高強度で何かルックアップテーブル作ればいいかなということで、こっちは雨の高さだったのは、ここはですね、この辺の、まあ、融解層の高強度でこういうふうにテーブル化したと、でやってみて、まあこんなんでうまくいくのかなと思いつつやってみたらですね、案外結構うまくいったということで、まあ、それはなぜかというと、まあ、対流っていうのはいろいろ高さが変わるんですけど、まあ、熱帯の相乗だけ考えればですね、比較的援助構造は安定してて、まあ、上層加熱下層クーリングで、まあ、強度だけ、まあ、参照すればそこそこいいと。
でさらに、まあ、融解層の高強度を使えばですね、仮想のクーリングが、サーフェイスのレーンと、融解層の高強度の差、まあ、これが減っていれば途中で蒸発しているということで、まあ、そういう鉛直の詳細な情報 PR の情報も活かせるということで、まあ、案外これをやってみたら、まあ、バッと結構うまくいったということです。でただですね、これモデルの中で最初は実験してうまくいったんですけども、まあ、結構実はトリムに適用した後、ここまで行くには結構苦労はありました。まあ、この黒いやつがですね、このバジェット計算、シスメックスという台湾の付近での観測実験によるやつで、で、まあ、この赤いやつがまあ我々のステンレス断熱プロファイルで、まあ、こうパッと出したらはい簡単に出ましたという感じですけど、まあ、実はここまで至るまでには結構頭を悩ませてですね、やっぱり現実はそんなに甘くないのかなと、モデルの世界だけでやってると結構うまくいったんだけど、まあ、トリムに適用してこういうゾンデと、比較するとなかなかうまくいかないなと、思ってたんですけど、何が、まあ、僕なりにいろいろ改良点はあったといえ、一番なかなか気づかなかったのは、この水蒸気、ホリゾントルエディトランスポートですね。で普通こういうバジェット計算の時にはここ の柳井さんとディック・ジョンソンのモノグラフでも書いてあるように、まあ、トラディショナリーにはこういう AD ホリゾンダルトランスポートはイグノアするんだというふうに書いてて、もう僕もそれはもう、ただそのまま受け取ってですねやってて、ただある時もうやけくそでホリゾンダル AD を入れてみたら、まあこういう相乗このブライトバンドのところで非常に入れてないとカクカクしているのが、AD が入れるとですね、対流から相乗への熱の輸送とかがあってこう滑らかになって、そのおかげでここが、かなりうまくいったというところがあって、まあ若い人、学生さんも、あまり偉い、まあ、これはこれで正しいんですけども、柳井先生のようにトータルバジェットをいきなり計算するときはホリゾンタル AD は考えなくてもいいんですけど、対流とか相乗とかパーツパーツに分けてやる場合にはここを考えないとうまくいかなかったということで、まあ、やっぱりちゃんと自分なりにちゃんと考えないと、ダメなんだということはこれで学びました。で、まあ、これでかなりですね、2004年の最初の論文からもう3年もかかってやっと出せたんで、もう、この際 Q2 も出しとけと思って、まあ、Q2 っていう水蒸気は余計にこのエディが大事になってきますんで、まあ、これはもう、まあ、言葉悪いですけど論文を一つは稼がないといけないとか、あるいはですね、まあ、たまにはタオさんたちがやってる後ろばっかりじゃなくて、まあ、自分たちが先やることがあってもいいんではないかと思って出して、まあ、こういうふうに出版したという感じです。で、まあ、次にですね、まあ、これで、まあ、先月はおかげで、まあ最初は JAXA からですね、試験的なプロダクトとして公開してですね、でまあ、やっぱりアメリカの人っていうのは非常に早くてもうすぐ使わせてくれと、日本の方からはあんまりなかったんですけども、やっぱりアメリカの人はもう出たらすぐバッとやるって感じでやって、で、まあ、その後最初は試験的プロダクトですけども、その後、まあ、NASA と JAXA 両方から正式な標準プロダクトとして、まあ、出していただいたということになります。で、まあ、これでちょっと先月の話は一旦、終えてですね、で、まあ、その先月のことをやってる途中に、まあ、この GSMAP という、衛星降水マップのプロダクトを開始するということになりました。で、まあ、正直言って僕はもう日本はトリム PR だけでいいんじゃないかと思ってたんですけども、まあ、こういう、後でそれはもう完全に間違いであったことは、反省しましたけども、まあ、こういう、降水マップ今、1時間ごとにこういう全球降水マップを出してますけども、それはそもそもGPM がですね、まあ、やっと2014年に打ち上がりましたけど、その頃はもう2007年に打ち上がるということで、まあ、その GPM に向けてこういう、アルゴリズム開発をやるということ でこの GPM っていうのはマイクロ波放射系という、センサーが中心のものです。で当時、この、マイクロ放射系、まあ、ちょっと後で、簡単に説明しますけども、まあ、マイクロ放射系の世界標準というのは、まあNASA がプロダクトとして出している、クリス・クメローの、標準アルゴリズムというのが、まあ、世界的、デファクトスタンダードで、まあ、アメリカはですね、もうすでに1972年に、マイクロ放射系を打ち上げて、もう70年代からアルゴリズム開発の歴史があると、まあ、先月は10年、遅れてですね、
今度は30年とかってなって、もうおいおいとか思いましたけども、そうは言ってもですね、まあ青梨さん、気象研究所の青梨さんが、こういうアルゴリズムを作って、いらしたのでですね、我々は、まあ、それをベースにして、まあ、開発をすると、いうことになったということです。で、結構、まあ、なかなか最初はうまくいかなかったんですけど、まあ僕後輩の久保田君に来てもらったりしてですね、もう一時はちょっと沈没しかけた船がですね、まあ、なんとか V 字回復した、まあ、今に至るという感じでいます。で、まあ、先反省するということですけども、まあ、僕はあんまりどう使われてるのか興味はなかったんですけども、例えば、まあ、ベトナムに行ってですね、ベトナム気象庁、まあ、何のそういう予想もなく後ろについていったらですね、いきなり、ベトナムの気象庁で GIS マップが使われているという紹介を受けたりとか、それで、まあまあまあ、びっくりしたというか、まあ、話としては聞いてたんですけど、全然興味がないからよく分かってなかったんですけど、まあ、それでやっぱり現場に行って使われているところを見るとちょっとやっぱり衝撃は受けてですね、まあ、その後、インドネシアはもっと先進的に使ってくれてたりするんですけども、まあ、こういうところに訪問したりして、ちょっと今、少しずつ協力関係を作ろうと、しているところもあります。で、マイクロ放射系ってあんまり多分、レーダーは皆さんパッとイメージがつくと思いますけど、あまり馴染みがないと思います。で、マイクロ放射系、これはトリムの同時観測レーダー、で赤外放射系でマイクロ放射系になってまして、特にこの海の上ではですね、雨粒からの放射、海面による放射があまり大したことなくて、その上に雨粒があるんですね、エネルギーを放射することによってですね、レーダーよりは細かくないかもしれないですけど、こういう赤外に比べて圧倒的にちゃんと雨域が、分かるということで、まあ、今や降雨観測、降雨マップを作る際の主力センサーに、まあ、なってて、これが、まあ、GPA になると、8台なり何なりが連続観測するということになるので、まあ、レーダーだけやってたんではダメで、やはり、こちらを、まあ、日本でもやらないといけないということになったという感じです。でただこれ海は非常にいいんですけど、陸域は話がだいぶ、変わりまして、陸は陸自体がマイクロ波を放射してますので、これは台湾を襲ったマロボットという、事例ですけども、まあ、この中国大陸もそうですし、台湾の上も真っ赤になってて、陸が真っ赤なんで、その上に雨粒があっても、全然分かんないということで、こういう陸上では、こういう、まあ、氷からの散乱シグナルを使わないといけないということで、まあ、海に比べてやっぱり陸っていうのは推定精度は下がるわけですけども、ただやっぱり、防災という意味ではですね、特に東南アジアの人とか、こういう陸上での精度を期待されているということがあって、まあ、なんとかしないといけないということがあったということです。で、まあ、なぜ、まあ、陸上が、まあ、一つ難しいということで、まあ、これは紀伊半島の事例で、まあ、今日いらっしゃる牧原さんの論文も引用させていただいたりもしたんですけど、このレーダーメダスで、これが、PR レーダー、もうレーダーはほぼ、完璧にレーダーメダスと一致してですね、紀伊半島の豪雨を、ディテクトしてるんですけども、TMI マイクロ放射系は、これは我々のアルゴリズム、これは、NASA のアルゴリズムですけども、まあ、全然推定できてないということで、まあ、これは、まあ、この、久保田君の論文の前から以前からですね、日本域では非常に衛星プロダクトがダメだということが分かってて、それはこういう、山岳域でですね、普通はアメリカとか、よくこういう教科書的にはですね、だんだん積雲が深くなって豪雨に、雨が強くなるという概念なんですけども、こういう地形のところでですね、背が高くならなくても非常にマイクロフィジクス、ウォームレーンが活発に、併合とかやってですね、激しく降るということで、全くこのいわゆる豪雨イコール深い対流というパラダイムから、まあ、外れてるから、普通アルゴリズムはですね、こういう普通の、状況をイメージしてる、まあ、関係性を作ってるわけですけども、まあ、こういう、まあ、特にアジアの地形性というのはもうまるで、ダメだということが分かってきたということです。で、これは特に日本に限らずですね、これは、まあ、さっきもちょっと、紹介したマロボットの事例です。で、まあ、やっぱりレーダー、PR はちゃんと豪雨を捉えてるけれども、これは地形。で、これが、まあ、我々の、アルゴリズムだったわけです。
ですけど もう全く、推定ができてなかったと、まあ、特にこういうことになると洪水予報とかに使おうとしている人からは本当に、まあ、文句が、よく出てきましたけども、まあただ、まあ、こういうふうに、要は上昇流があって、ボームレーンが、活発で背が高くならなくても、まあ、雨が多いんだろうということで、まあ主に上昇流をですね、まあ我々 G アナルのデータから、それまで0度高度、マイクロ放射線にとってどこまでが氷でどこまでが水かという情報は極めて大事なので、G アナルからの0度高度というのを使ってたんですけども、それだけじゃなくてサーフェイスの UV、水平風速とで、まあ、地形のデータを組み合わせて強制上昇量を計算して、こういう強制上昇量のあるところだけ、まあ、浅い雨、シャローなプロファイルを仮定してブルーの下降域では、まあ、これまで通りの、まあ、テーブルを使ってやると、まあ、極めてうまくいったということです。これがもしこういう情報もなくですね、単に浅い、さっきのシャローなコンベクションを仮定するともう全部真っ赤になって、これはこれで、全くダメということで、まあ、こういうふうに適切に、雨のでき方を理解して、アルゴリズムを組み込めば非常にうまくいったということです。で、まあ、これはよく、まあ、講義なんかでも示しているんですけども、まあ、アルゴリズムというのは基本的に不適切問題、イルポーズドプログラムということで、まあ、こういう方程式の、問題、こんなものがもし、入試問題で出たらもう、ものすごい非難が出ますけども、まあ、当然こういうのでは答えは一つが決まらないわけですけども、例えば一つこういう x-y=1 という条件が加われば答えが一つに決まるということで、まあ、一般に特に構成アルゴリズムの場合はですね、こういう、不適切問題、条件が足りなくて、非常にエラーが多いんですけれども、それがなんとか、まあ、条件を適切に入れればかなり良くなるということです。で、まあ、先ほど、まあ、基礎と応用という話もちょっと出てましたけど、まあ、私の最近の流れっていうのはこういう感じで、まあ、ある種理解してですね、それを、まあ、数式化してアルゴリズムに組み込んで、まあ、データとして作って公開するということで、で、まあ、公開したら、その利用者の人から、まあ、文句が出てきたりもするわけで、まあ、このフィードバックがあるっていうのは結構大事で、やっぱりなんか自分のいいとこばっかり見ちゃってですね、まあ、ナルシズムじゃないですけども、じゃあ利用者はどんどん文句言ってきて、ああこんなんもあるんだということもあったりするんですけども、まあ、やっぱり先ほど理事長もありましたけど、フィードバックっていうのは結構大事で、それを、まあ、ある意味基礎研究にも生かすということで、まあ、僕は、まあ、あんまりいろいろユーザーから言われても、まあ、僕は理学部なんでと言って適当に逃げることにしてますけども、まあ、僕にとっては一番大事なのはこの辺の、まあ、モデル化、雨の降る仕組みの基本を分かるということだと思ってます。で、まあまあ、たださっきの上昇流とかそのぐらいではあんまりやっぱり良くなくて、うまくいくとこもあればうまくいかないとこもあったりするんですけども、その後ですね、この、まあ、まさに TMI、の開発者だったクリス・クメロウと、まあ、こういう同じ、これはウエスタンガーツ、インド洋の、インドの、西海岸ですけども、まあ、背の高いのもあれば同じ地形性でも背の低いのもあるということで、まあ、これがどういう、熱力学的パラメーターで、変わってるかっていうことも、まあ、ちょっと調べたりして、まあ、安定度っていうのがかなり大事だったんですけども、まあ、そういう理解が深めるとですね、これ、まあ、我々これまで、海岸付近の雨だけ考えてますけど、この関係を使えばおそらく、まあ、内陸もかなりうまくいくだろうということが分かってきて、まあ、やはり基礎研究をやるっていうことが、まあ、一気にそのいろんな問題も解決するという意味では大事だとつくつく感じたところがあります。で、まあ、もう最後の方の話題になってきますけど、もう一つこの辺の仕事をやっていて、まあ、面白かったことというか、これは、まあ、シャーさんが2006年に出してた論文で、まあ、こういうふうに Cmap、ではこういうふうになんか雨がぼやっと出てたのが、まあ、レーダーではかなり、くっきりどこで雨が多いかっていうのが分かってきたと。とはいえですね、ただ雨のマキシマムはまだ海の上じゃないかというところがあったんです。これは別に、他の GPCP でもウェブさんのグループはそんな感じで出してたんですけれども、まあ、改めてちょっとやってみるとですね、これがだからシャーさんのこの辺の、アラカンヨマだったかな、まあ、ベオベンガルのあたりですね、
これがグレーが地形 で、ブラックが PR からの降水、の強度ですけども、まあ、だからちょっとやや上流側の海にあるよということだったんですけども、まあ、ちょっと学生とやり直してみると、まあ、どうもそれよりもうちょっと海岸のところにあると。で、まあ、この辺はまだ海岸なんですけども、まあ、ウエスタンガーツはもう明らかに、まあ、山の上ということで、まあまあ、この辺、まあ、やっぱり今までですね、かなり古い研究で、ウエスタンガーツとかこういうところでは海の上が多いということだったんですけども、まあ、実は調べてみると、まあ、山の斜面で多かったと。まあ、こういうところにウエスタンガーツっていうところは、シャローで降るし、かつ風の視野がすごく強いので、こっち側で高い雲が見えちゃって、あたかもここでマキシマムのような推定をしてるということで、まあ、この辺は案外、やってみると、新しい発見があったという感じです。で、まあこの辺は実はもう亡くなってしまった里村先生も興味を持っててですね、まあ、この辺をちょっと教えてあげられなかったのが、まあ、残念だったなというのがちょっと後悔としてあります。で、まあまあ、謝辞という意味では里村先生も、まあ感謝しますしですね、あと僕的にはもう一つはやっぱり、いろいろアメリカにとの差が非常に大きくて大変だなっていう場面が多かったですけども、やはりトリムのアルゴリズムを、レーダーのアルゴリズムをですね、日本で開発してくれていたということが本当に心強くて、何かあれば相談ができるということが、まあ、非常に心強かったと。単にレーダーの、ハードウェアの開発だけで終わってたら多分こんなことはなくて、やはりソフトウェア、アルゴリズムまで開発するということが非常に大事だということをつくづく感じさせられました。で、まあ、これもちょっと最後になりますけど、まあ、これは福野先生が、まあ、トリム打ち上がった時に、書かれた文章で、まあ、今まさにこのトリムはこれからというのが、まあ、今まさに GPM が打ち上がったところで、GPM はという感じで、まあ、今 GPM を使うことも努力しないといけないわけですけども、まあ、さらに言えばちょっとこの、まあ、将来的にはまあ今後、まあ、これも先ほどお話しあったように地球観測かなり厳しい状況にありますけども、まあ、その辺でも多少、まあ、貢献できたらなと考えております。どうもありがとうございます。